はい、皆さんこんにちは。今回も OHOL ワンアワーワンライフやっていきたいと思います。現在の時刻1時20分ですね。私の誕生日1月20日です。ってことでジャパン2に生まれようとしています。副生徒会長38歳、あなたの母。ギリギリだ。父が枯れる。私は会長だ。やった。副生徒会長から会長が生まれた。私は会長です。どや。どやさ。兄ちゃんは？兄ちゃん係長。私の方が偉い。お兄ちゃん、いないかも。わお。そんなんだから万年係長なんだよ、お兄ちゃん。ねえ、もうしっかり働かないと会長にはなれないよ。私何もやってないけどね。係長やだったかな？かもしんないね。係長よりもいい役職は上にたくさんあるからね。それ考えたら上昇志向のある人だったのかもしれない。もしかしたら。ストレス多い役職だからね。それな。あー、枯れた。あれ待って、娘おる？生まれたその時からもしかして敗損確定とかありえるかな。ちょっと嫌な予感がプンプカプンプカする。ババアのリュックを使いありがとうババア。娘おる。ああ、おお、この子はなんだ、何町、ルンルン。おかしいな。かあれ、名字があるぞ。私名字ないんだが、副生徒会長も名字ないんだが、つか生徒会長か。私会長、お前生徒会長の息子が係長なんだね。ちょっと役職がちゃうが。に娘いるか聞いてみよっか。娘いる？どうだろう。産んだ娘、わし生まれた瞬間敗損確定か、それともどうなんだ。生まれた時から敗損ですって。はい、損ですかって。私はあ、おー、一人産んだ。オッケーオッケー。おー、なら大丈夫そうかな。わかんない。この子は？あ、ね、あ、いた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 。よかった、よかった。社長秘書がいたね。顔見えてないけど一人いるね。自立するね。ありがとう。よし、じゃあまあ、それじゃあね、自立していきますかね。まずは、これを倒して、これをつけて、と。いってら、行ってきます。あ、鉄が大量にあります。焼きたい。が、しかし、多分、秘書がやってる可能性はあるか？ないか？秘書がやってて、私が途中から入っちゃって、やる気なくなっちゃって、死んじゃってしまって、的な感じのことは避けたいもんで、それだけなくしたいから、ちょっと待って。多分そうだね。秘書が家事やってると思うから、私は他のことやりましょう。どうしよう、遠畑畑管理人でもするか？言うて遠畑もたくさんあるからな。たくさんあるからね、そんな作んなくてもいい的な。うわお、こっちはなんだ？支柱畑を新しく作ろうとした的な感じなのかな？どうだろうか。ね、秘書がどうするかわかんないから、ちょっと、うかつに手を出せない。あ、そして U 字型の支柱畑がありますね。で、ニューコメンポンプ、ニューコメンのやつがここに置いてあって、ここに乾燥した、ちょっと飛んじゃった的な感じ。ってことは発展の割にそんなに世代は進んでない的な感じなのかな。もしかして結構発展はしてますが、まだまだこれから的な感じの場所の可能性もあるね。そしたらすぐりボール食べてないから、すぐりボール食べて、あー、うん、チェイン2。あ、やってるやってる。オッケーオッケー。よし、じゃあ、あの子に任せて私は何をする？ちょこっとゴム屋さんやっても良さすぎな感じはするね。あ、もうこれ取ってあるね。よいしょ、じゃあゴムを何個か、焼いてない状況のゴムを何個か作っておく的な感じにしておきましょう。ってことでだ、水は欲しいね。あ、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 じゃあ、この、じゃったら、この乾燥した井戸を入庫面にした方がいいね。周り見た感じ、結構ね、井戸が少ない感じだった。井戸が少ないから、水が取れない状況になってんだよね。まあ、今だったらまだここ取れるからいいけども、とりあえず、シチューじゃなくて、パイと言います。あー、運命、ちょっと早かったかな、でも。つか、ここに池があるんだったら、別にバケツ使わずに。普通に取ってこえたけどね。はい、オッケー。さあ、硫黄はあるかな？硫黄。今取ってるとこにはないもんね。硫黄ちょっと探してこねばならんな。やばい、硫黄がねえぞ。硫黄がなさそげ。近くにな。近くにな、硫黄がな。ないんだな、これな。あった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 。硫黄。あ、ここら辺硫黄があるね。硫黄の場所をね、紙でね、伝えておく的な感じのこともワンチャンありだね。そして、チェインボーナスが、4。そしたら、硫黄処理をしといて、じゃあまあ火つけちゃいますかね。火をいただきます。火をつけます。ジュボー。あ、ちなみにね、櫛なんだけども、これ、弱い櫛。櫛だとね、壊れちゃうことがあるんだけども、弱い櫛にしておけばね、壊れない的な感じのことを聞いたんで、それちょっとやってみようかなと思います。こうして、シュパコン、シュパコン。水を入れて、水を入れて、シュパコン、シュパコン。シュピン、シュポン、シュピン。ポン？シュピン、シュポン。で、こうして、こうして、ま、
1個は焼いてしまって良さそうかな。で今とりあえず壊れなかったよね。ちょっとしばらくねこれねやってみようかなと思いますよ。ちょっとこんな変えときましょう。重ねられちゃったらねダメなんでね。でここ何がいいってね、近くにねゴムとヤシが揃ってんのがいいですな。あでもゴムは1個ずつなんだ。まあまあ1個ずつでも全然全然。チェインのためにトウモロコシちょっと生でいただきたいです。ちょっといただきますね。よいしょ、トウモロコシ、あーうめー、チェインプラス5、さらに人参も1個ちょっといただきます。あーうめー、プラス11、強い。そしたらヤシねえヤシがねえがねえ、ヤシがないのでちょこっち入れて、そうそうこれが取れるはずだから、あ待ってヤシもう1個あった、ヤシヤシねえぞ、あれおかしいな。どうしようこれゴム重ねられたらちょっと怖いけども、あこういう時はここの裏にね隠しておく作戦にしましょう。あでこの裏に隠してバレバレで、硫黄とヤシを持ってくる作戦にしようかな。そしてこれ回収してもう一回ブシューンとやって、ここ入れとけばね取られることないと思うからね、ゴム屋さんのですよってのが分かれば多分大丈夫なんでね。でそしたらまたね硫黄と、あれ、あ私まだ11歳だ、あと1歳いけるか、いけるか、いけ、おい言うて近くにさあるでしょヤシ、まだ言うて、あ言うてだね、あ言う完全言うてだわこれ、完全言うてもうそろそろ引けるんじゃない。これが引けるようになる10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1、はいボーン。こんなことをしてる間にこのゴムがまだかーい、でこれで引けるよ、いしょ、オッケー、ちょっと行ってきましょう。ただそろそろチェインボーナスは諦めないといけない時期に入ってきてるね。このタイミングで諦められるんだったらトモコシ食べるなって言われちゃうかもしれないけどね。あバナナがある、バナナ食います。あプラス7、うめえ。あそしてここにあるね、じゃあこれで、ね、シュパーコン、シュパーコンからの硫黄をバシュコンで、ここは多分消えてるからこっちも硫黄をバシュコン、はいオッケー。さあこれであと2個作れますね。でこの2個を作った状況で、串がね弱った串が壊れなければ、弱った串の状況だと状態だと壊れない的な感じのことがねまあ言えるかもしれないんでね、ちょっとその辺楽しみにしましょう。あ子供生まれたね、あメイだメイ、よかったよかった、ゆめっこいいね、素晴らしい。そしたら鍛冶屋さんいる鍛冶屋さんいるけども、ポンプ関係進んでないね、入庫面関係進んでないそうなんで、ちょっとその辺進めていかんといかんそうだね。ってことで出版出版出版しょっぽ、ジュパショッポ、水入れて、水入れて、また焼いて、また焼いて、これを取って、入れて、取って、入れて、弱いくして、出版、出版。はい、壊れない。素晴らしい。で、焼いたやつが2個あるから、これはじゃあ焼かずに持っていきますか。もう1個焼いちゃってもいいかもしんない?ポンプ、あ、でも1個あるか。あ、じゃあまあ大丈夫そうだね。よし、じゃあちょっと持っていきますか。そしたらね、鉄じゃなくて、石油。石油ちょっと探していきますか。石油がどこにあるかな。あ、それプラスあれだ。石持ってってあげようね。序盤じゃなくて、あの子まだ石持ってくほどの力がないから、ニューコメンのタワーを作る用の石を持ってってあげようかね。そういう作業をするのもね、断然愛だからね。あと、ゴムもちょっと取っておいた方がいいね、多分ね。このゴムの仙人の方がやってたようにゴムもしっかりと取りつつ的な感じのことをやっておこう。ちなみに最近ね、石をね、運んでるだけで、呪っちゃう的な、そういった感じの方がね、いるらしいですね。石はね、嵐のための道具じゃないんだね、これね。そういう、これを使って作るものがあるんでね、皆さん石を運んでるだけでね嵐だと決めつけるのはちょっとね、これは違うと思うんでね、気をつけましょう。そしたらこれを、まあ、ここら辺置いておきますか。ここら辺置いといて、あとは井戸そこに使うのかな。ここも壊れてるか、ここに使ってもいいと思うけども、これ見た目的に場所的に悪い的な感じかな。じゃあまあここ使うのかな、ここにすんのかな。それじゃあ貯水槽をいろいろ作っても良さそうな感じはするね。貯水槽作るか、まあとりあえずここになんかあるか、これちょっと壊して、はいっと、これは井戸の方に持っていきましょう。それじゃあね、本当はここに使おうかなと思ったけども、ここは多分ここの数理が見た目的に悪いから的な感じだと思うから、ここにニューコメンが置いてるから、ここに使うのかな。じゃあここにね4つほど置いておきましょう。でこれに使うもの、ポンプビームキットとかそういった感じのものもね準備しておきましょうかね。それじゃあね、今回はもうほぼほぼサポートにね徹する感じでいきましょう。最後の仕上げはやってもらって、それまでのその集めるのが大変なものをちょっと集めていく的な感じのことをやっていきます。ってことでニューコメンこれでできますよ。
1のやつもここに置いておいて、ロープはすぐねこのすぐそばでね作ることができるので大丈夫そうですね。そしたら一旦ちょっと石を集めてきて、ここにね貯水槽を作る的なそういう作業をしていこうかな。とりあえずだな、ここに1個作っちゃいましょうかね。それじゃあね、そうしたらパン屋さんがしっかりと働いてくれてるからパイもいただきます。あーうーわーうめーあーうわーうめうめ。さあそうしたらこれを水入れてパシュッとやって漆喰入りにして、まだだよね、もう一回だよね。ああよかったまだじゃなかった、危ない、トウモロコシなとこだった。よしこれで大丈夫だから、あとは水を入れ替えましょう。プププンプププンプププププンプププププン、どっちかが、よしよしオッケー。でこれカレーになったから、これをこっちからこっちに移動していきます。ただ一個じゃあ全部枯れない、全然減らねえぞ、全然減らねえぞ。一回も減らなかったんだけどどうしよう、こっちにした方がいいかな。でも多分見た目的に的な問題だと思うから、こっち的の方が見た目的にこっちの方が的な話をしてると思うから、どうしようこれ。一個向こう入れよう、大して変わらんけどね。ブブブン、あようやく一個減ったね。なるほど、じゃあちょっともう一回石を運んできますかどうしよう、ニューコメンあと2個もう一回言っとくかな。ニューコメンあと2個と分量器もお願いってねちょっと言っといて、すまぬ、あできない感じかな。あオッケー、ちょっと左使うねって言っとくか。あオッケー、ちょっと一回やるね。じゃあこうしてほいっと、じゃあちょっとわかんないっていう感じでね素直に言ってくれたので、ちょっと、これ交代させてもらって、よし、やっていきますか。じゃあ行くよと、よいしょ、まあ、とりあえずこれとこれとこれとこれは焼いて、でこれとこれとこれはパンパンパンとやって、これとこれとこれやった後にこれもこうしてパンパンパンってやって、これとこれと、はい、でやった後に最後にこれをここ乗せて、こうしてこれもこうしてこうしてこれをこうして、これがニューコメンで、これをね取りますよね。これ取って、よいしょ、取ってここ置いて、これをこっち置いて、でこれをゴムに重ねて、はい完成、これニューコメンね。ニューコメンで分流器、ひえ分流器は足りないんだよな。ただね、これとこれでシリンダー2つ重ねて、これのこの下のやつ感じ、パイプも欲しかった。まあ、とりあえず作っとけば的な感じ。どうないですかまあ慣れれば簡単だからね、天才みんな普通にやってることだからねあこの子いい子でよかった。はーい、ちょっと待って、じゃあもう一個ニューコメお願いねって言っときますか。これ焼くだけだから、これで1回2回4回叩く。焼いたものは地面に置けば冷めないからうまく使ってね、お願いします。そしたら私は石を取りに行きますか、あの子はいい子だ。さあそしたら貯水庫をまた追加しないといかんだが、ここに追加しとくか。ちょっとここにも1個あった方がいいと思うから、パン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 で、これをまたね焼いてもらいたいので、あ、いいね、ナイス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 、めっちゃできてんじゃん実はできてたんじゃねえ的な感じあるぜこれ。ちょっとナイス、これもお願いありがとうございますそしたらまたもやこれをパスコンパスコンとやって、ここにまた貯水槽を作って、この水をまた向こうに移動していきます。まあね、一番最初のね人にね、こっちの方が使いやすいっていう風に先人がね決めてくれたからね、こっちの水をね枯らせていく感じでいきましょう。ただいかんせんこういうところで余計な運の良さ発揮しちゃってね、枯らしたいのに全然枯れないという、そういうことにもなり得るからね。やばい、全然枯れないんだけど相変わらず全然枯れないんだが、おやおや、あ、嫌な予感がプンパンプンパンする。これもしかして枯れないんじゃね、これ絶対これ枯れないわ多分。あと一回な気がする。よいしょ、次で枯れたら嬉しくはないけどもね、言うて。
あ、枯れた枯れた。よかった。枯れたので、よいしょ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 。で、これをつけて、よいしょってやって、はいと、これが2個目ポンプね。でも、効率悪いから、石油掘らなきゃね。さあ、まあ、とりあえずこれで OK だね。へぇこの子、なかなかね、勉強熱心ですな。素晴らしいですな。え、そしたら、まあ、せっかくだから、2個目のあの、火事のやつもね、続き作っちゃいますかね。カカ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 カとやって、私なんかもまだ持ってるんだよね。木槌やって、パソコン、パソコン、パソコン。これを、ここに、よいしょってやって、これをつけて、ロープをつけて、で最後にこれをつける。はーい、オッケーですね。これがニューコメンエンジン。はい。言うてもう時間ないからな、これいけるかな。そろそろ、言うてそろそろ死ぬわって言っとかんと。時間がなさそうだな、これな。多分厳しい。あと8分しかないからね。いけるかなーって感じだもんな。会長。会長。説明できないけど、進めるとこまで進めるね。ってことで、バン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 進めちゃいましょう。火をつけて、よいしょ。ほいほい。ミシミシミシ。んで、これを、ここと、ここと、ここやって、よいしょ。よいしょ。こうして、ほーいとやって、で、これをやって、火をつけて、で、こっちやって、で、これを持ち替えて、こっちにやって、水だもんで、ちょっと、ちょい借ります。ちょい借ります。ちょいね。水を入れて、石炭を入れて、重ねて、で、これを、シュパーンとやって、ちっちゃいの1個、大きいのが1、2、3個、ついでにまああと2個作ってもいいと思うから、で、あー間に合わなかったか。なるほどね。まあいいでしょう。こうして、で、そしたらこれ1回通っちゃって、棒が欲しいもんで、シュッパーとやって、で、これとこれで今度こっちやりますよと。それプラス次のやつをね、作っておきたいですね。ただもうそろそろガチめにね、まあ、この子にね、いろいろ教えてあげたいの山々なんだけど、ガチめにそろそろ時間がないもんで、これやって、これをね、こっちにシュピーンとやって、同じくこっちもね、エンジン用に先に1個ね、シュピーンとやっておいて、で、これを焼くと。ちょうど今焼いてればいいな。あ、焼いてる、ちょうど焼いてる、ナイス。嘘それ間に合わない、マジで。焼いてなかったかもしんない、もしかしたら。娘おるかな今。わしそろそろ死ぬけども、親父。あ、でも、ピピが一応だね。あ、よかったよかった。わし行くね。ありがとうね。元気な娘産んでね。ありがとうございました。めっちゃ食べさせてくれる。また来世での、ほんと、あ、これ壊れてしまった。よいしょ。はいはい。はいはいって言われたんだけど。はいはいって。あとはよろしくの。ありがとうの。バイバイ。はいはいはい。ということでね、今回はね、まあ、いろんなことやったね。一言じゃちょっと言いにくいけどもね、いろいろと、ピピコがね、きっとね、いい子を産んでくれるんじゃないかなと思います。ってことで、また来世でお会いしましょう。バイバイ。すぐりうめー。